様。グエンドリン君、静かだ。剣撃の響きが遠い。どうやら最後の戦いまで王とご一緒はできぬようです。諦めてはなりません。受け取りなさい、グエンドリン。私にはもう不要なものです。槍は敵をなぎ倒し、死体の山を築いた。王は、お父様は褒めてくださるに違いない。お父様はきっと。濡れているのは涙。優しい妹、どうか泣かないでおくれ。姉は誇り高く戦士として行くのだから。ここはひどく暗い。グエンドリン、あなたの顔も見えないぐらいに。姉様、長く寂しい思いはさせません。間もなくおそばに参ります。これは負け戦じゃ。いくらなんでも敵の数が多すぎる。あれが噂に聞いた黒い剣士か。死神と取引して強さを得たとか。なんとまがまがしい力じゃ。私が相手だ。姫、なりませぬ。早く殺すがいい。いつまで私を組み敷くつもりだ。もう引き返せ。この戦い、勝敗は決した。これ以上は無駄死にになる。おお、ご無事でよかった。わしはてっきり今さら引くことなど。お待ちくだされ。あやつの言う通りじゃ。書を書いた軍に何ができましょう。戻ったか、グエンドリン。王にご報告申し上げます。侵攻は我が軍の敗北に終わりました。敵方に予想外の増援部隊が到着し、戦況は膠着。消耗戦に陥り、数に劣る我が軍は劣勢を強いられたのです。ワルキューレ部隊は多くの犠牲を出しました。ショーであられた姉上も。グリゼルダのことは聞いておる。姉上は王のために最後まで誇りを持って戦われました。この槍はその時私に託されたものです。我が将兵の中でも最も勇敢で栄誉に包まれた戦士であった。槍はサイファーという特別な武器だ。戦場に漂う魔素を集めて
敵を砕く力に変える。これからはお前が存分に振るうがいい。敵に再び攻勢をかける。今度はわしも打って出る。準備ができ次第出撃せよ。お父様、姉上に手向けるお言葉はそれだけなのでしょうか。言葉を尽くしてもグリゼルダの命は戻らぬであろう。感傷に浸る時ではないぞ。